ドルーリー守衛里の才能に海外も大注目。心肺機能が強い、走る大女優。インパクト大の才能に海外も注目だ。15日に行われた全国都道府県対抗女子駅伝、京都3区3キロ。で、岡山のドルーリー守衛里、津山鶴山中3年が区間新記録の9分02秒をマーク。デビュー戦とは思えぬ走りに一躍時の人となった。突如現れた中学3年生には海外メディアも注目。中国、毛衣は日本の15歳美少女が3キロで17人を抜いた。と、報道。ドルーリーについて、素晴らしく大きなストライドと完璧な腕の振りは彼女の強い心肺機能の師であり、特に走りのパワーはこの分野での彼女の才能の高さを示していると驚異の走りを伝えた。また中国ネット上で駅伝バンディリラバだと人気ドラマに出演する中国ウイグル族の人気トップ女優ディラバに似ていると話題になっているとも記している。またインドネシアトリビューンニュースもドルーリーについて報道。この大会は中長距離陸上で活躍するアスリートの登竜門と紹介し、ドルーリーが女子部員3人のチームで練習メニューを組み立ててトレーニングを行ってきたことなどを記述。ドルーリーは大きなストライドを生かした見事なフォームで才能を発揮したと伝えた。海を越え、ドルーリーの激走に視線が集まっている。東スポウェブ。心身ともにこれから大きな成長と変化を遂げる時を迎えようとしているドルーリー選手。伸び伸びと才能と可能性を開花させられるように、マスコミは過剰な報道を一律に自粛し、見守る方針を徹底してほしいと切実に願っています。それにしても、身に強く美しく聡明な逸材。今後どんな活躍を見せてくれるのか、とても楽しみです。お父さんがカナダ人、お母さんは日本人ですがカナダ国籍になっているので、ドルーリー守衛里さんもご両親と同じカナダ国籍を選択すると言われています。生まれも育ちも日本なので日本国籍を選ぶ可能性もありますが、まだ中3なのでマスコミが騒ぎ立てるような事態は避けたいものです。逸材であることは間違いないので、無理をして、怪我をして、選手生命が終わってしまうことなど絶対にやってはいけません。日本の高校に進学した場合、自校の部活の成績を優先するのではなく、将来カナダ国籍を選択すると分かっていても、ドルーリー守衛里さんの成長を優先してほしいと思います。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。